油壺湾の航空写真国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成周辺の広域図南側は名向咲きを挟んで処理素案がある国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成三浦半島における油壺湾と シ磯湾の一油壺湾は、三浦半島の南西部に位置し、相模湾に面する小湾。西側のアジロ崎と東側の名向崎に挟まれた、リアス式海岸の入り江で、幅100から150メートル、奥行き700メートルと東西に細長い、新植国の沈降によって生じた湾である。行政区域としては、神奈川県三浦市三崎町に属する。湾の奥に至るまでに、 地形的に何段階か折れ曲がっているおかげで、外海のうねりが到達せず、また、周囲の岬の高さとそこに生い茂る林が風を防いでくれているおかげで水面が穏やかに保たれる湾であり、天然の良好になっている。神奈川県により、台風の時などに漁船が代偵するために使われる、避難白地に指定されている。極めて貫弱としており、漁師の間では、 いくつかの逸話も添えつつ、三浦一族の亡霊がさまよっているなどとも語られていた。1979年に定められた神奈川の継承を50選の一つに選ばれている。湾名の由来は地名の油壺と同様、湾内が油を流したように静かなためとも、16世紀に荒井城が落城した際に、三浦市の死体で水面に油が漂ったから灯される。 アブラツボ湾の北側に伸びるアジロ先には、かつて、三浦市の居城であった荒井城があった。建物は失われてしまったが、車や土塁がわずかに残り、歴史を忍ぶ案内湾が建てられている。第二次世界大戦中の1945年には、この臨海研究所を本部として、横須賀守府の第一特攻戦隊の基地が置かれ、第14回転隊などがいた。現在、 この湾の奥まった場所には、ヨットハーバーが整備されている。戦術のように天然の良好で、台風などの時にもヨットが被害を受けにくい。数ある日本のヨットハーバーの中でも歴史が古く、日本のセーリングヨット史をたどると幾度も登場する、湾である。ただし、湾は、今でも湾を取り囲む、岬の林や道の狭さによって、外の視線からは守られていて、 人の出入りは少なく、ヨット関係者や、付近の別荘などの利用者以外にとっては近づきがたい、ひっそりとした雰囲気を保っている。なお湾に面して、ヨット整備に関して、老舗的な会社が存在しており、周囲のハーバーからだけでなく、湘南や横浜あたりのヨットハーバーを、経流地とするヨットの中にも整備、改造、偽装変更等のために帰るここにやってくるものがある。湾には、 国土地理院の油壺県庁場があり、海面の水位を測定して、土地の流気、沈降や津波を解析している。1894年に竣工した県庁場の旧建屋は2018年度土木、学会専用土木遺産に選ばれている。荒井城石付近の油壺湾に面するあたりに、東京大学大学院理学系研究科付属臨海実験所が設けられ、 臨海生物の生態などを研究している。京浜急行バス、油壺停留所、または油壺マリンパーク停留所下車すぐ。ありがとうございます。